そしてお久しぶりでございます。本日はですね、デーキャンプに向かっております。まだね、キャンプはいつぶりだ、多分3月ぐらいのほったらかし温泉以来ぶりなんですけど、まあ、その時は小屋に泊まったんで、エアコンのついている、あのキャンプらしいキャンプはしてないので、ちょっとね、久しぶりにキャンプギアを確認するという意味もありまして、デイキャンプをやってみようかなと思いました。あとテントを持ってこないでタープも購入したんですよ。タープ買ったり、ホットサンドメーカー買ったり、ハンモック買ったりと、いろいろね、試してみ、あ、揺れるよ、揺れるよ。はい、ごめんね。はい、ごめんなさいね。いろいろ買ってみたものがあるんで、そういったものも含めて、いろいろ試してみたいと思っております。で、本日向かうキャンプ場はですね、成田夢牧場でございます。千葉県にある成田夢牧場に向かっております。去年の今頃かな、行った記憶があるんですよね。広々としてて結構自由に過ごせた印象がありますので、そちらでゆっくり過ごしてみようと思います。では残り30分ぐらいドライブします。デイ、なんかさ、ゆるキャンにある肉まん焼きっていうんですかね、あれやりたくて、ホットサンドメーカーだっけ、それで焼くやつ、肉まんずっと探してるんですけどなくて、セブンイレブンにもスーパーにもで、店員さんに聞いたらもうこの時期はないと言われて、でたまたま地元の近くのセブンイレブンに売ってた銀だこと、あとなんだっけな、おやきかな、冷凍食品をセブンイレブンで買おうと思って、成田夢牧場の近くのセブンイレブンに寄ったらそれがなくて、もうね、ずーっとお店探してる。セブンイレブン何軒も何軒も今見てます。でさらに私寝てないので、一睡もやめてくださいよ。早速相変わらずトラブル続きだね。とりあえずまたセブンイレブン行って探します。着いた、久しぶり。緊張と興奮が入り混じりますな。さあ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 、なんかね、キャンプ場の管理棟は今日やってないそうなので、牧場の方に来てくれと言われましたね。あ、やってる人いるわ、キャンプリサイトかな、あれ。はい、じゃあ受付してきます。着きました。平日なんですけどね、そこそこいますね。フリーサイトですね。フリーサイトで奥の方にもあるんですけど、そちらも50組いるかいないかぐらいですね。とりあえず車の中にあるキャンプギアですねを出して、本日ね、使ってみたい、試してみたいギアがまずタープですね。タープとエアボールマット、これ結構安いマットと、あとこのホットサンドメーカーとハンモックですけど、ハンモックは周りに、ね、木がないんでもう無理ですね。テント泊から車中泊に移動してみたいと思ってますんで、まずはタープを立てるところからですね、頑張ってみます。はい、こちらがですね、今回購入した DOD のータープですね。これ廃盤です。もう廃盤で手に入らなかったんで、オークションサイトから買いました。結構状態が綺麗ですね。で、私の車がこうナンバーつってね、ミニなんで色を合わせてずーっと欲しかったんですよ、このタープで。あのミニの中に泊まるという流れですね。じゃあ今からちょっと YouTube 見て立て方を確認しながら立ててみたいと思います。立てられるかな。
YouTube を見ながらやったつもりですけど、途中からめんどくさくなって YouTube 見ないで、力技で立てました。これはね、間違いなくやり方間違ってます。もうほんとめちゃくちゃっすね。言葉ね、もうまともに調整できないようになってます。いやただいいっすね。買ってよかった。このタープ買ってよかった。意外に小さいんだなっていう。貼り方が下手だからか、これどうなんでしょう。では中に荷物を移していきます。はい、なんか久しぶりのキャンプで余計に興奮してるっていうのもあって、無駄なことしすぎててどんどん時間が過ぎていったので、もう余計なものは出さないでパパッとご飯食べちゃいたいと思います。それを食べた後に、次は車中泊の練習をしてみます。もう睡眠不足とね、やっぱり暑いときついわキャンプ。今日27か8度ぐらいだけども、きつい。タープ立てただけでボロボロですわ。ではご飯食べます。もうこの扇風機なしじゃ生きていけないですね。もう一個買いますわ。はい、ごちそうさまでした。先ほどこのホットサンドメーカーを使っていろいろと作って食べてみました。これは後日アップする予定なので、そちらの動画をご覧ください。もうね、時間がね、2時過ぎて、いやなんかいろいろやっちゃうと時間なくなりますね。この後どうだろうな。もう眠いし頭痛いし、体調最悪で。どうしようかな。車中泊の練習をしようかなと思ったけど、空気入れるのもめんどくさいなっていうぐらい弱ってますね、体。少し考えます。せっかくなんで、車中泊ができるかどうか試してみます。もうこんな機会ね、なかなかないんで。やっぱり睡眠大事だな。やってみます。結局今日諦めることにしました。時間もないし、何より疲れてて、これを車中泊用にするためにはエアベッドも出さなきゃいけないし、マットも膨らまさなきゃいけないし、これはこのデイキャン中にやるべきことじゃないなと。しかも一睡もしない中やるべきことじゃないなというところに至りまして、結論にね至りまして、とりあえず前の座席で仮眠取りますわ。もうちょっとゆっくりできる時にやんないとダメだ。くっそー、結局いつもの運転席で仮眠か。まあこれでもね、全然朝まで眠れそうな気はするんですけどね。やっぱ手間増やしちゃうとダメですね。悔しいわ。初めてのキャンプをなんか思い出す。いろいろキャンプの形を変えるとダメですね。じゃあ一旦寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。1時間寝れたか寝れてないかですね。もう午後4時で、あと1時間でチェックアウトしなきゃいけないんで、そろそろ片付けないとね。いやー、デイキャンは帰宅時間が遅かったっていうのもありますけどね。もっと痛い、もっと痛いけど帰んなきゃいけないんで、次はやはり泊まりたいですね。ここ慣れた夢牧場もやはりすごく落ち着いてて好きなんで、もう一回行きたいな。ちょうど今涼しくて、これから泊まる方々が羨ましいですね。仮眠も取れたんで元気にもらってきたし。はい、片付け終了しました。片付けはやっぱり楽だな。タープだけだとあっという間に終わりましたね。じゃあ帰りますか。今ねちょうど涼しくなってきて、経験だと物足りない感じですね。本当これはまだまだ残りたいですけど帰んないとね。帰ります。あいや、
疲れ様です。初めてのデイキャンプ終わりました。やりたいことをね、本当に詰め込みすぎましたね、デイキャンプなのに。これは宿泊してちゃんとやるべきことでしたね。デイキャンプ用の楽しみ方があったはずでしたね、これは。でもうね、おそらく暑すぎて来れないかな、キャンプは。山以外はこれ日差しが差すところはね、もう俺多分無理だわ。だから次から山梨のね、道志とか涼しいところ行きたいですね。というわけで今回の動画はこちらで終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録、高評価などしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅キャンプでお会いしましょう。バイバイ。